はい、どうも、ランスです。今日はまたなんですけれども、こちら、富士フイルム XS20 のね、お話をしていきたいと思っております。この X20 の動画、いくつかね、出させてもらってるんですが、ありがたいことにね、多くの方に見ていただけておりまして、まあ、各種設定だったりとか、いろいろお話ししてるんですけど、この XS20、初めて買うカメラだよっていう方もね、多くいらっしゃいまして、まあ、そんな初心者さんにね、おすすめの便利機能っていうところを今日はね、お話をしていきたいなと思っております。その機能、何かっていうと、こちらのオートモードになりますね。カメラ系の YouTuber さんでね、自分も結構よく見るんですけど、基本ね、設定とかって、やっぱマニュアルで撮られたりとか、あとね、ここの A モードっていうのがね、おすすめですよって、みたいなことをね、お話されていることが多いんじゃないかなと思っているんですが、まあ、実際自分もね、あ、そうなんだと思っていろいろとね、やってたんですけれども、自分がね、カメラを買ってすぐの頃、露出設定以外にもね、やっぱ気をつけなきゃいけないことがいっぱいあって、この A モードで撮ることすらもね、結構難しいなと感じることがあったんですよ。やっぱシーンによって被写体や条件ってね、全然変わってくるんで、自分がいざ撮るってなった時に、動画で見たシチュエーションや設定をね、活かして落とし込んで自分のね、撮りたいものに反映させるっていう。それは結構やっぱ難しかったんですよね。なので、まずはね、露出設定とか、もうカメラに任せられる部分をもう全部任しちゃって、シンプルに構図とかをどうするかっていう部分に集中してね、楽しく撮影していくっていうのも、最初はね、ありなんじゃないかなと思っておりまして、それで便利なのがこの、オートモードになっております。で、この X20 のオートモードってね、すごいんですよ。これでね、一回試しでね、いろんなシーンを撮ってみてほしいんですよね。そうなると、あ、このシーンはこう設定するんだ。ここはこのフィルムシミュレーション使うんだ。とかね、後から振り返って、それをね、参考にして、で、ゆくゆくは自分の好みの設定を見つけて、細かく自分でね、手動で、設定していくっていうね、そういうステップアップがいいんじゃないかなと、個人的には思っております。じゃあですね、このオートモード、あんまりね、取り上げられていないんで、何ができるのって思う方もいらっしゃるかと思いますので、今日はね、できることをちょっと詳しくお話ししていきたいなと思います。はい、ではね、まずできること一つ目なんですけれども、それね、露出設定です。写真を撮る上で、シャッタースピード、ISO、あと F 値、この3つでね、光の量を調節していくんですけれども、これをね、このオートモードは全部自動でやってくれます。もう、このね、シャッターを押す前の半押し、フォーカスを合わせるタイミングで、自動でね、カメラ側が適正露出を判断してくれて設定してくれます。で、ちょっとね、暗めにしたいよとか、ちょっと明るめにしたいよっていう調整は、ここのね、背面ダイヤルを回すことによって、少し持ち上げる設定にしたりとか、あとちょっと暗めにね、マイナス1ぐらい撮ると、少し引き締まった黒い感じだね。そこに基準を合わせて設定を変えてくれるというものになります。で、できること2つ目はですね、フィルムシミュレーションもシーンに合わせて選んでくれます。ここのダイヤルでですね、フィルムシミュレーションって選べるんですけど、ここオートにしておくとシーンに応じてカメラが最適なフィルムシミュレーションを設定してくれますとありますので、これにしておくことによって、例えばこれを撮った時にパシャッと、こういうね、今スタンダードのフィルムシミュレーションになってますね、こういうのを自動で判別してくれるというものになります。フィルムシミュレーションってね、結構種類あるんですよね。なので普段使わないシミュレーションもね、あったりするんですよ。なんですけど、たまにこのオートでね、やることによって、その普段使わないフィルムシミュレーションが出てきて、あ、このフィルムシミュレーションこんな感じで映るんだ、みたいなね、新たな発見がね、あったりします。これ結構ね、個人的には、オートモードいいなと思う人の点ですね。で、もちろん、このダイヤルでね、好みのフィルムシミュレーションに固定することもできます。例えばもうクラシックネガで撮りたいんだっていうことであれば、ここに合わせておいて、後の設定はオートで、みたいなね、撮影もすることが可能です。そしてできること3つ目がですね、被写体認識です。
XS20 はですね、被写体認識の機能が向上しておりまして、オートフォーカスの対象を人物以外でもですね設定することができるようになっています。カスタム設定でこの被写体のね検知をオンにするとこんな感じで動物、鳥、車、バイク、自転車、飛行機、電車、こんな感じでいろんなね電車とか乗り物とかにもフォーカスをしてくれるというものになっています。でこうした被写体認識まで実はねオートでやってくれるんですよ。通常モードであればこの被写体認識の切り替えは全部手動でやんなきゃいけないんですけど、オートモードだけはですねここの被写体認識もカメラ側が自動でやってくれます。これだったらほらこのキーボードがねちゃんと被写体として認識してくれてやってくれてますね。はい、いや本当にねでもこの被写体認識のオート他のモードでも使えるようにしてほしいですね。オートモードだけなんでねこれ使えるの。やっぱりね撮ってる中で被写体コロコロ変わったりするんですよ。スナップとかやってると人物にフォーカスされてることもあれば建物とかねあと車とかそういうところに被写体当てたい時もあるんで、そうなった時にいちいちね設定で変えてたら結構シャッターチャンスを逃しちゃうこともあったんですけど、これがねやっぱ自動で検出してくれるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思っております。で最後ですね4つ目なんですけど、シーン選択っていうところも自動でやってくれます。まあ、これねもう撮影画面上で左下の方でちょっとちょこちょこ出てたりするんですけど、今これだったらちょっとマクロ撮影に、ね、なってますね。このマクロ撮影の以外にもですね、夕方の空とか文字を撮影といったようなね、様々なシーンに合わせて適正な設定、まあ、ホワイトバランスとかっていうのも見てくれてるというものになっています。でこれに関してはですね、ここの全面ダイヤルをくるくる回すことによって実はここのねモード変更をすることができて、例えば美肌モードだったりとか風景モード、あとスポーツだったりとか夜景、こういうのねもうシーンごとにいろいろ適正な設定をねやってくれるというものになっておりまして、ここのダイヤルでね全部パラッと変えれるんで、ここもねなかなかいいんじゃないかなと思います。でもちろんここもねオートにしておけばカメラ側で判断してくれて、シャッターを押すだけでね適正な露出っていうところや色味っていうところを設定してくれるというものになっています。でね、まあ、こんだけ優秀なカメラがねどんな設定で撮ったのかっていうところ、やっぱさっきも言った通り後から見返してねいろいろ参考にするっていうのがいいと思いますので、それのやり方もねちょっと確認していきたいと思います。でやり方としてはですね簡単で、ここのね再生ボタン押しますと、そうすると画面がね、撮った写真のデータが出てくると思うんですけれども、ここからですねここを押してください。そうするとこんな感じでいろいろと表示される情報量がね変わってくると思うんですけど、ここの画面、このヒストグラムとか出てる画面でここでですね十字キーを上を押していきます。そうすると写真のデータがね見れる画面に映るんですよ。でここ行くとですねシャッタースピードや ISO、 F 値がどういうもので撮られたかっていうのが確認することができます。でまたですねここにフィルムシミュレーションもありますので、オートにしてた場合はここもチェックしてもらえればどんなフィルムシミュレーションが当たってたかっていうのが分かります。でこれを横に移動していくことによって2枚目3枚目と見ることができますので、いろんなねシーンで取り分けた内容をここで見ていくと、なるほどこの最新の第5世代プロセッサーはこの風景をこういう風に切り取ってくれるのかというのがね参考にできるというわけでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。あんまりねオートモードで撮ろうよみたいなね動画ってね見かけないと思うんですよ。なんですけど個人的にはこれすごくいいと思っていて、便利な機能だと思っていて、なんか使わないのはもったいないんじゃないかなと思いました。なんでぜひですね試していただいて、でそれをずっとね続けるというよりかはどちらかというとそれで自分の好みの設定っていうのを見つけてもらって、で上達していくファーストステップとしてね活用してみるっていうのがなかなかいいんじゃないかなと思ってお話をさせていただきました。まあこちらのチャンネルでこんな感じですね撮影機材のお話でしたりとか、あとデスク周りのガジェットを中心にレビューさせていただいているチャンネルでございます。ぜひですねチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。また XS20 の話もしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。